はい、ドクサキャーバン .com 岩佐です。今日は2016年の菅平スカイライントレイルランレースということで、42キロのレースがスカイランニングをシリーズ戦として開催されまして、女子の優勝は笠原香織さん。ありがとうございます。去年もこの大会出てらっしゃって4位で、ね、4位でした。はい、去年は、はい、ですけれども、去年多分このトレイルランニングとかこのスカイランニングとか足で始められるようになったのは、まあ、あの去年のシーズンくらいからですね。そうですね。で、私ちょっと、まあ、知ってるリザルトだけで言うと、白馬が4位、3位、そうでしたね。STY が4位でいらっしゃったんですよね。はい、で、ハセツメカップも出てらっしゃって、6位、表彰台でいらっしゃいましたよね。はいはい、というわけで、知ってる、注目してる人はもう、注目、浅原さんってどんな人なんだろうと思ってると思うんですけれども、やっぱりランニング、はいはい、どういうきっかけでこの山を走ることとか、こうされるようになったの？自分が学生の頃、はい、ちょっとだけ陸上をやっていて、はいはいはい、で大学の時には山登りをやっていまして、登山陸、山岳部みたいな、山岳部、ちょっと緩い感じの山岳部 で、はいで、まあ、それまでは、でしばらくもう全然体を動かしたりすることはしてなかったんですけれども、まあ、ここ2、3年でまた走ったり、はい、山に行ったりする機会ができまして、はいはい、それでまたトレイルランニングっていう形で始めるようになりました。なるほど。けどだいぶじゃあブランクがあった期間とかもあったんですか？はい、ブランクありました。はいはい、まあ全くされてなかったわけじゃないんでしょうけど、はい、じゃあ競技としてなんか大会に出るとかっていうのはもう本当去年一昨年ぐらいぐらいから、はい、学生時代からそこまで、はいはい、そうです、そうです。はい、やっぱ何かきっかけがあったんですか？それでそのトレイルランニングっていう感じでまた山と走ることを やっぱりテレビで、はい、いろんな放映されてる番組を見たりですとか、うんうん、やっぱそれでちょっとやってみたいなっていうところから私は入りました。はい、ね、けどやっぱりそれだけポテンシャルというか、ね、安いと力があったんだなと思いましたけれどもやっぱりそういう どういうような長いレースが好きとか、あるいはなんかこういうスカイレースみたいなボーンと登るのがいいとか、なんか好みとか自分に向いてるとかありますか？去年はやっぱりだんだん距離を伸ばしていく感じでレースをやっていたので、このぐらい、今40キロぐらいの距離、まあ、去年のこのシーズンこれぐらいから始めて、はいはい、まあ、100キロのスクールライとか、はい、ハセツメとか、はいはい、もう長い距離は長い距離の楽しみ方がやっぱりあると思いますし、はい、今日のスカイレースはスカイレースで、はい、これはこれでまた自分は楽しいと思いますので、はい、うん、どのぐらいの距離が得意っていうのはちょっと自分はちょっとわからないんですけど、はいはい、なるほど、まあ、それぞれになるんだろうね。はいはい、お住まいは静岡県でいらっしゃるんですよね。はい、だから普段こう練習するところとか特に山とかで行ってらっしゃるところとかありますか？自分はやっぱ県内で近場の山で練習することが多いです。はい、例えば差し支えなければ どんな具体的などんな山とかありますか？本当に家からちょっと走って行けるぐらいの里山です。はい、じゃあ南アルプスとかそういうわけではないですか？そういうわけではないです。はい、近場の山です。はい、やっぱトレイルランニングをやる仲間がいますので、はい、その仲間と、はい、そういったことですね。はい、ね、これからまたシーズン夏秋と、ね、まあ、2年目のシーズンということになると思いますし、ますますいろんなやってみたいことってあると思いますけれども、はいはい、次はどんなこうレース、あるいは、まあ、はい、考えていらっしゃる目標とかもありますか？今年はUTMF に挑戦、はい、長い方の UTMF、はい、160キロ、はい、挑戦するつもりでおりますので、はいはい、まあ、その UTMF を前に、はい、美ヶ原ですとか、はいはい、ちょっと、まあ、長めの距離のレースを入れて調整していきたいなと思ってます。はい、最後になってしまいましたけど、はい、今日の菅平ですけれども、はいはい、いかがでしたか？去年と比べてみて、まあ、コースはご存知だと思いますけれども、はいはい、印象違ったところとか
ありますかね。まあ、個人的なことなんですが、やっぱスタートして10キロ過ぎぐらいまで、やっぱなんか足が重たい感じがして、そんなにこうぐいぐい前に行けなかったんですけれども、はい、途中からこう登って下ってを繰り返しているうちに、はい、なんかこう調子が出てきて、はい、それでこうスピードに乗れた感じでしたので、でもなんか今回はこうもらった優勝なような気がしてます。七夕みたいな優勝かなって自分では思ってますので、はい、謙虚に振り返っていただきましたけど、やっぱ去年と比べて自分の走った感覚、あと子猫だけ登るところとかでも、はい、やっぱ去年よりなんか違う感覚、もう慣れっていうか楽に登れるようになるとか、はい、そういうことあるんですか。やっぱ去年走ってやっぱこう後半に余力を残す、はい、走り方をしようと思って今日は臨んだので、はい、まあ、大体自分の、まあ、前半走れなかった分、はい、後半気持ちよく走れたと思います、はい、じゃあやっぱり1年間 の、ね、その伸びもあったということですよね、きっとね。そうだと嬉しいですということでした。ということですので、まあ、今シーズンは、まあ、大きな目標としては UTMF と、また他にも、ね、まあ、多分なんか出られるレースもあると思いますので、活躍、ね、あの応援の機会ある、美しが原で活躍楽しみにしたいと思います。笠原香織さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。